リオンです。今回のザクザクはこちら。はい、ということでですね、信号の待ち時間をどのように決められるのか。信号の待ち時間というのは、信号機によって違うんです。この待ち時間はどうやって決められているのだろうっていう。まずは、歩行者信号の時間。歩行者の速度を1秒1メートルとし、渡り切る時間を算出し、青点滅と若干の余裕を加える。次に、交差する道路の交通量と道路幅の割合を青信号の長さに置き換えて、青時間に、無駄がないようにすると。単独の信号機ではこうやって決められるということです。交通量の多い地域では何個も信号が絡んでいるので、車両感知機のデータを参考に交通管制センターでコンピュータ管理されるということです。